2016年3月15日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第8204話、鬼門の位置にトイレ。家の鬼門の位置にそうとは知らずトイレを増設したら、祖父が腎臓癌になった。非科学的なことに懐疑的な両親がわざわざ専門家に見せて、指摘された通りにトイレをなくした。なんでも、鬼門を汚したらその家の長男に災いが降りかかるとか。うろ覚え。年齢的に手術で傷数年後に祖父は亡くなったけど、安らかに行けたのは幸いだった。601、自分の地方ではこう言われていた。鬼門にトイレなどの不浄場を作るとその家の大黒柱が死ぬ。本当かどうか知らないが、自分の家ではこんなことがあった。父が古い家を壊して家を新築したんだが、その家のトイレが男女ともすっぽり鬼門だったらしい。新築祝いで家に来てくれた父の兄、おじ、がそれを偉く気にして、改築するよう何度も勧めていたのを子供ながらに覚えている。そして新築3年のちに母が原因不明の病気で突然3ヶ月ほど入院。母はその後退院できたのだが、1年後父が直腸癌で半年入院し、退院したものの1年のちに再発、40代半ばで死亡。半年後に同居していた祖母が肺癌で入院し、数ヶ月のちに死亡。ちなみに、地元は空気の澄んだ田舎で、祖母は一度もタバコを吸ったことはなく、どうして肺癌になったの会社も首をひねっていた。何が怖いって、大黒柱を2本も一気に持っていかれたこと。父は稼ぎがあったが婿養子で、経済的な大黒柱。家と地は世帯主である祖母名義。法的大黒柱。同じ年に2回も葬式を出すのは心的負担がかなり大きい。祖母の葬儀を、母親は速攻でトイレの場所を変えた。偶然だろと言われればそれまでだが、もし自分が家を建てる機会があるとしたら、何があろうとトイレと水場は鬼門裏鬼門を絶対避けるよ。ネットで見つけた怖い話。第8205話、深夜に犬の散歩をしてた。三毛原稿とエンディアンソロ原稿で煮詰まっていた時期。治安の良い地域だったので、深夜の3時ちょい頃に、ネタ探しに大型犬連れて一番大通りの1号線に向かって散歩してたら、泣いてる幼女発見。交番は1号から反対の側にある3キロ以上離れた駅前にしかなかったのでコンビニへ。犬はコンビニの駐車場の柵につなげっぱ。コンビニの店長さんに警察に通報してもらって、子供を預かってもらった。結局、母親は旦那が夜勤の間に子供放置で浮気してたらしいんだけど、浮気がバレるのが怖くて、私が家に来て連れ去った。寝れなくて歩いてただけ。ちょうど帰ってきた時に女が連れて行くのを見た。って言ったらしく、3回ほど警察に呼ばれて、その日のことを20回以上聞かれ、20回以上も同じことを言った。結局、母親がいる時間に私は、アニメを手動で VHS 録画してたし、昔なので手動で CM カットしてた。母親の証言に矛盾があったので、母親は離婚されたらしい。怖いのは、自分は女だが BL だけの趣味にとどまらず、幼女系男性物や遊離同人大量所持してたから。固く捜索されてたら冤罪になるところだったこと。それから、徘徊幼女の家は駅を挟んで向こう側にあり、幼女が歩いた距離を最短の裏道でも6キロ以上あること。自分の非を認めた母親の証言を信用するなら、浮気に出かけたのが2時過ぎ頃で。幼女の足で5キロの距離を1時間以内に移動している点、このせいもあってめっちゃ警察に尋問されたよ。保護しただけなのに。上記のアニメ録画が決め手となって、自分の証言は全面的に信用されたけどね。ネットで見つけた怖い話。第8206話、降臨。ちょっと長くなるが、今日すごく変な体験をした。ふと目が覚めたらすっごい不快感があって、
とにかく、これはなんか知らんが絶対嫌だ。と思って、ここによく書いてあるようなエロ妄想をして意識を散らそうとしたんだ。そしたら今度は鳥肌がぶわーって立った、と思ったら頭上のあたりで。私は、そういう子作りの神様だけど、本当は女の子のそういうのを見たいだけなんだよ、っていうおじいさんの声が聞こえてきて、思わず、よくわかります。って答えたら、嘘みたいに鳥肌が引いて意識がはっきりした。なんだったんだろう。ちなみに霊感。今となっては夢のような気がするけど、朝起きたら寝汗びっしょりだった。レスありがとう。ID 変わってるかも。普段からノーマルとその延長のエロとかやってるから、そっち系の神様が降臨なさったってことにしとく。詰まってたネームが若取り始めたのがむしろ怖い。ネットで見つけた怖い話。第8207話、竹丸力。竹丸力と聞いて思い出した。以下10年以上前の話。プラス、フェイクコミ、長文スマソ。その昔、ほのぼの系同人誌を出していた頃、毎回イベントの早い時間にスペースに来て、新刊を買ってくれる常連さんがいた。恥ずかしそうにしながら小さいハスキー声で丁寧な感想を言ってくれるんだが、どう見ても見た目が竹丸力。他の小中学生のお客さんが涙目で後ずさりするほどに竹丸力。時々一緒に来るお友達らしき人も気合の入ったパンチパーマ。プラス、グラサンで、あっち系の人としか思えない言っちゃなんだが、イベントで竹丸さんを見つけるたびに嫌な汗をかいていた。その後、諸事情で同人活動を引退することになり、懇意にしてくれた人たちがお別れ会を開いてくれた。友人曰く、心底悩んだそうだが竹丸さんにも声をかけたそうな。真っ赤な目で歯を食いしばり、おしゃれしていきますね。と言った竹丸さんを見て、友人は自分の発言を激しく呪ったらしい。そしてお別れ会当日、そこには、スカート姿の竹丸さんの姿が、てっきり893だと思い込んでいた竹丸さんは、ピチピチの女子中学生だった。時々着ていたパンチパーマのご友人は、竹丸さんのお母様だった。後で判明。今だからこそ、竹丸さんはお菓子作りとファンシーグッズが大好きで、とても優しい人だとわかってるから、とても申し訳なく思うが、当時は何か犯罪に巻き込まれるんじゃないかと本気で G キロバイト L していたよ。竹丸さんとは今も仲良くさせていただいてるが、オチ的には、意気投合して竹丸さんの聖火教室に通うことになった嫁さんが、毎日貸し攻めにしてくることだな。まんじゅう怖い。ネットで見つけた怖い話。第8208話、猫の結婚式。中学生の夏休みに、母方の実家に泊まりに行ったんです。九州の冒険の結構山奥にある村。今は村じゃないです。です。村奥にあった唯一の神社では、毎月小さな祭りが行われていました。ちょうど私が訪れた月は、木祭りじゃないですけど、一風変わった祭りがあったんです。猫の結婚式を行うという趣旨のものでした。昔、穀物を食い荒らすネズミを捕まえる猫は重宝されていましたが、なかなか数は増えなかったため、猫の結婚式という変わった祭りを行うようになったそうです。内容は変わってますが、ゆかりはありきたりですね。そのユニークさから、離れた町の人たちもペット連れで訪れるようになり、今では猫の結婚式ではなく、犬やハムスターなど、ペット全般のお祓いがメインに行われています。私も祖母の家で飼っていた茶虎の、虎、を連れて、祭りを見に行きました。神前式とかまとか行われるところで、猫の婚礼の儀式が行われました。赤い首輪をつけた白い猫が2匹、神前の前に眠っています。簡単なノリと、形ばかりの三三九度が行われ、巫女さんによる舞が奉納されました。豊坂の間というらしいです。その前の中盤、
飼い主に連れてこられていた猫たちが鳴き始めたんです。そして飼い主の腕から逃げ、飼い主と参加していたほとんどの猫が外に出て行ってしまいました。トラもです。退席して探しに行ったんですが、見つかりませんでした。私は、夕食の前こっそり家を抜け出し、今度は一人で探しました。夢中で探し回るうちに、全く知らない場所に来てしまいました。後で聞いた話では、そこは村では暗黙の立ち入り禁止区域だったそうです。そんなことを知らない私は、ずんずん奥へ進みました。すると、小さな社のようなものが見えました。そこで猫の鳴き声が聞こえたので行ってみると、お食事中の方はごめんなさい、いるだろうか。社の中を覗くと、お札に混じって猫の死骸が何体かあったんです。足の方からゾゾゾと鳥肌が立ち、次の瞬間逃げてました。何分かめちゃくちゃに走ると、母が私を探して道を歩いていました。私は、母にさっき見たことについて話しました。すると母は、それ誰にも言っちゃダメよ。それだけ言って、あとは無言で私を祖母の家まで引っ張っていきました。結局、次の日に虎は帰ってきたんですけど、一緒に祭りに行った隣の猫は帰ってくることはなかったそうです。その2年後に、再び同じ祭りを見に行きました。今度は猫は連れて行きませんでした。舞が始まると、やはり何匹かの猫が鳴き始め外に逃げ出してしまったのです。そして飼い主がそれを追いかけて一緒に退席します。儀式が終わり、私は、おみくじを買ってました。その時、小さな女の子が黒い子猫を抱いて、嬉しそうに話す声が聞こえてきたのです。うちのリンス、猫の名前と思われる。わ、今年も見つかってよかったね。それを母親が慌てて遮り、そそくさと去っていったのです。猫が見つかったのが嬉しいという様子の女の子。これ自体は別に変じゃないんです。その時の母親の反応や、今年は、という言葉が引っかかりました。なんとなく不気味なものを感じます。もしかしたら深い意味はなかったのかもしれません。ですが、2年前あの残酷な猫の死骸を目撃してしまった私としては、どうしても深読みしてしまうのです。あの社に入れられた死骸は供養されてただけか、それとも別の意味でもあるのかわかりません。この村、今は村ではありませんが、神社は残ってます。お祭りは残っているかどうかわかりません。ちなみに、母に久しぶりにこのことを話しても、そんな昔のこと忘れた。と笑うだけです。ネットで見つけた怖い話。第8209話、祖父の式。先日、自分の作業場にしようと、物置とかしている離れの整理をしてた。そんな中、大きなタンスを移動したら、タンスで隠れていた壁に戸を発見。一緒に作業してた父元があるのは知らなかった様子。少しワクワクしながら戸を開けると、異様な光景が広がっていた。左右の壁際には、姿見が合わせ鏡になるように設置してあり、中央に一冊のノート、その上に日本人用図書台、それ以外何もなし。父もビビっていたが、とりあえず物を外に出そうと、まず鏡から手をつけた。するとまた裏の壁にビニールに入った紙を発見。ビビりつつも紙を確認すると、祖父の式だった。平成9年、4月1日、11時42分、〇〇、祖父の名前、シルス。お前がこの手紙を読んでいるということは、私は、もうこの世にいないのだろう。この部屋のありさまを、お前は異様に思ったことであろう。これはとある密教に関わる者より教わった、いわゆる呪いの秘術である。まず、全身が映るほどの鏡を合わせ鏡となるように部屋の端に設置する。そして中央に呪うべき相手の名前と、恨みを書き綴った紙を敷き、その上に人型のものを置いてろうそくを一本灯す。燃え尽きるまで相手部の呪詛を唱え続けた後、その部屋を封印する。すると、一年以内に相手は死へと追いやられる。しかし人を呪わば穴二つ、その一月の地に次は己へと同じ呪いが降りかかるという。
このような形でお前たちを残していくことは本当に心苦しい。だが私は、どうしてもあいつが許せなかったのだ。私の大切なものを奪ったあいつが、お前たちには本当に悪いことをした。いくら罵ってくれても構わない。こんな私だが、お前たちの幸せを心から願っている。愛する者たちへ〇〇、祖父の名前、などと言ったことはすべて嘘だ。これは俺の生涯一大かかりなしがつばかである。鏡も人形も何の曰くもないごく普通の品物である。ノートも新品であるので勝手に使うと良い。もちろん呪いの手法なども俺が適当に考えたものであり、効果は保証しない。ホラーゲームみたいで楽しかったか？では、結果の報告を楽しみにしている。ふざけんなよジジイ。マジでふざけんな。数回来てる間に見つかったらどうするつもりだったんだよじいちゃん ORZ。まあ見事に引っかかってビビっていたけど、手紙もドキドキしながら読んだけど。じいちゃんのニヤニヤ顔が目に浮かぶ。ネットで見つけた怖い話。第8210話、うちの会社が潰れかけた。どこに書いていいのかわからなかったんだけど、同人も関わる話なのでここに10日、2、3年前のことなんだけど、うちの会社が潰れかけた。社内の雰囲気は当然暗いし、精神病院じゃった同僚とかもいて、でも部署の関係上、さっと転職することもできず、不始末の尻拭いばかりに追われて毎日が鬱だった。ある日、夜遅くに仕事から帰ってきてから、とりあえずパソコンつけて音楽流してるうちに眠くなってきて、このまま会社が潰れたら路頭に迷うのかなぁ、なんて思いながら、そのまま床に横になって寝てしまった。夜中の3時くらいになって目が覚めて、ふとつきっぱなしのモニター見たら、見覚えのあるキャラがモニターからじーっとこっちを見てた。黒髪に着物の侍のキャラクター。その下には、案ずるな。存在なんとかなるものだ。の文字、驚いてもう一度モニターを見直したら、起動させてもいないゲームソフトが立ち上がってて、そのゲーム画面がモニターいっぱいに映し出されてた。案ずるなぁ。ってのは、メッセージボックスに表示されたキャラのセリフ。で、このゲームってのが、学生時代に趣味で作ってた同人ゲーム。自分でヘッタクソな立ち絵描いて、シナリオ描いて、プログラムなんか全然わからずに、ヒーヒー言いながら完成させたノベルゲーだった。なんでそんなもんが寝てる間に起動してたのかは知らん。自分は一人暮らしだし、床で寝てたら、高さからして机の上のマウスに触ることもないだろう。もちろん今までそんなことは起きたことなかったし、もうずっと起動させてなくてゲームの存在だって忘れかけてた。きっと、ただ偶然、よくわからない不具合か誤作動かが起きてソフトが起動して、たまたまその画面が映ってただけなんだろう。でもその時の自分には、そのキャラが心配して出てきてくれて、自分を励ましてくれたように思えたんだ。深夜だっていうのに一人でモニターの前で泣いてしまった。なんとかなるから頑張ろうって素直に思えた。その後、会社は親会社に吸収された。自分はそのまま社員としてなんとかやっていけてる。あれから夜中に勝手にソフトが起動することはないが、何か辛いことがあったら、刀を持った侍と、案ずるな、存在なんとかなるものだ、と表示されたあの画面を思い出すようにしている。ネットで見つけた怖い話。第8211話。漫画の家での不思議体験。昔、アシスタントしてて、急遽某漫画の家にヘルプに行った。その中に同じく緊急のヘルプで来てたアシエイが、超能力を使えると何気ない話の延長上で言い出した。漫画家さんも他の足も冗談っぽく。やってみてよ、わら。ってニヤニヤして言ってら、映画、いいですよ。って一円玉取り出して。机に乗せ一円玉をじっと見つめたら、一円玉が20から30浮きふわふわ本当に浮いてた。わら。本当に何もないところでふわふわ浮いてる。A の量ではブラーンと下に下ろしてある。
目の錯覚のトリックなのかもしれないけど、全員言葉を失って、その後、今まで見たことないようなすごい能率で作業した、わら。その後、その漫画家の作品は、リアリティある作風から超能力系や宗教系へ変わり、その漫画家さんも宗教にハマってると噂。ちょっとしたことが人生を一変させるんだと恐怖を感じた。そして理解不能な状況に遭遇すると恐怖で鳥肌が立つ。その漫画家さんもってことは、A も宗教にハマってたの ?674。書き方悪かったです。A は違うんだけど、漫画家とその家族。特定されると困るからぼかして書くけど、入信すると健康になるって宗教にハマったらしく、血糖値やコレステロール値が下がったと大騒ぎして、周りに入信を勧めてくるらしい。実際は集団生活したりして食事制限されるから、漫画家で好きなもの食って夜遅く寝てた頃より健康なのは当然なんだよね。ネットで見つけた怖い話。第8212は、無自覚なパクラー。昔の友人 A はパクラーだった。周囲がどれだけ注意しても目の前に証拠を並べても。私は、盗作なんてしてない。私と〇〇さんの作品はちょっと似てるレベル。同格だからネタかぶりは仕方ない。と。本気で自分が非難される理由が理解できずキョトンとしている。ファビョったりアクギレするならまだわかるけど、本当に、みんな何言ってるの?と困惑するような態度だから、だんだん怖くなって距離を置いた。それから10年以上の時が流れ、結婚した私は、旦那の転勤で地方に引っ越した。そこでまさかの偶然、A が近所にいた。でも A は私のことを覚えてないようなので、当たり障りなく暮らしてたけど、最近になってご近所から衝撃の事実を聞かされた。なんと A、ハンクラ、ハンドクラフト、手芸、系の教室に通って先生の作品を丸パクし、先生が作品を委託販売してる雑貨屋に、私の作品を売ってください、と丸パク作品を持ち込む、というトラブルを起こしていた。子供の幼稚園でも特定の人の服装や持ち物を真似し続けて、気味悪いという意味で有名人らしい。パクラーって一生治らないのかと思うとゾッとする。きっと年取って俳句なんか始めても、同じトラブル起こすんだろうな、744で思い出した。アニメ放映が開始されたばかりのジャンルで、ネットを通じて A と知り合った。仲良くなってイベントでも会うようになり、半年ほどは楽しく一緒に遊んでいた。割とそそとした雰囲気のおとなしい綺麗な子で、絵もすごくうまかった。ある時、うまいと思ってた絵の絵が、別ジャンルの人気サークルの絵柄パクなのに気づいた。さらに、セリフやレイアウトや背景で、どんどん私や周囲の知人のパクを繰り返し始め。中でも特にセンスの良かった B へのパク行為がひどくなり、B はたまりかねてジャンル移動。自分も何度か A に注意したが全く収まらず、嫌になって F を、周囲もおかしいと思ったようで A から離れ始め、やがて A はジャンル移動した。数年後、イベントで近くのジャンルにいる A を見かけた。座ってたスペースをカタログで確認したら、サークル名が変わっていて絵柄も全く違う。なんだか気になってサークル名でググったらサイトが出てきた。PN を一部変え二人サークルになってたけど、区別がつかないくらい相方と似てる絵。交互に書いてるブログの文体なんかも、同じ人間が書いてるのかってくらい似てる。しばらくして見に行ったら、サークルは解散しサイトも閉鎖してた。一番怖いのは、740と同じで A がパクっていることに全く無自覚だったこと。F をする前にたびたび指摘はしたんだけど、本当に理解できてないみたいで。よくこんな風に同人友達と疎遠になってしまう。口下手だから誤解される。わけがわからない。誰の真似もしてないのに、と繰り返すばかりだった。後で B と話した時にわかったんだけど、A は私に新しい知人ができると後でその人のスペースに一人で行き。私、さんと一緒の時にお会いしたものです。とケンポンする方法で、付
き合いを広げていってたらしい。B は C をするとき、いい加減、私、さん利用するのやめなよ、と A に言ったとのことで、それも全く自覚も理解もしてないみたいだったと憤慨してた。今頃また違う名前で誰かに無自覚に寄生してるのかなと思うとうすら寒い怖さがある。740-747を、前にも他人の発言を自分が発言したように記憶を改造して、周囲からその矛盾を何度指摘されても全く理解できず、ともやめされた人の報告あったけど、似たようなタイプなのかな。意図的に捏造とかパクってるのは、自覚ある悪意。だから、場合によっては法的手段などで相手をひるませることもできるけど、相手の本土組んでないし、たまたま背景も小回りもセリフも全部かぶっただけ、と自分の記憶を書き換えて、本気で思い込んでいる。人には全く手の打ちようがないと思う。そんな人に必要なのは友人ではなく、病院であり医師なんだろうね。748。おつあり。書き込んだ後で思い出したんだけど、A はすごく自分の本にこだわりがあると日頃から言ってて、今回は表紙頑張った。後半の展開すごく悩んだ。色使い工夫してカラーに何日もかかった。みたいな発言してたんだ。実際上手かったしこってたしメイキングも上げてて、嘘という感じはなかった。ジジャンルパクがひどくなるまでは、真面目な努力家ってイメージだった。精神的な病理について詳しくは知らないから何とも言えないけど、パクられて頃は本気で腹立ってたけど、いいと思ってインプットしたものを自分の中で消化する能力が欠落してて、見たそのままアウトプットしかできなかったのかもな。テーマは思うようになってる。他人だからこう思えるけど、もし自分がそうだったらと思うと本当にゾッとするよ。だってどれだけ努力して自力で描いても、〇〇さんに似てる。〇〇さんのパク。って周囲に言われ続け。自覚も理解もできないから直しようもないとか本当に怖い。今日のオカルトスレ。閲覧注意。怖い画像集めようず。100。定番2。やだ。5。頼んますよ。9。10。11。13。閲覧注意。リンク。14。83。詳細詳しく。86。広いものなので詳しくは。ただし顔がうまく描かれていて気に入ってます。15。16。23。叫んでる顔って大体の人が怖がるよね。24。これ見た大半の人が窓を見たでしょう。人って怖くても見ようとしちゃうんだよね。27。感情のない顔に血の涙。32。白い肌に大きい目。33。勉強している男性の背後に映る大きい顔もしかしたら見守っているかもしれません。34。骨は誰もが怖がる要素ですね。35。微笑ましい。36。かわいそう。38。白い肌に恐ろしい目今にも襲いかかってきそうです。39。これ不格好良いよね。40。41。なんていうか顔に血類みたいな怖がらせたいだけのは怖いけど面白くない怖いけど心霊的なのプリーズ。45。42。画像開いた瞬間地震来たお前らなんか嫌いだ。46。こういう怖さもありますね。47。気味が悪いです。48。スタンド使い。72。すげえなこれいろいろすげえ。50。気味の悪い笑顔にこちらを見る視線。85。これ嫌い。オメガ51。52。彼らに何があったのでしょうか。閲覧注意。リンク。母親が4人の子供を殺し、自殺。ドイツ。写真は50年代後半にドイツで発行された。このケースでは、母親、ビールで酔っ払った客から財布を盗むことをなりわいとしていた。が3人の子供を殺した。この過程では、母親が再び妊娠していると気づいたとき、
4人目の命を他の子供たちと同じように育てる準備ができるとは思えなかった。53、おなじみのあの真実はこれ。54、正気のない女性。102、この人普通に有名な作家だった気がする、わら。59、スプラッターな気持ち悪いのいらんから心霊写真みたいな不気味なやつくれ。63、こんなのはどうでしょうか。73、何か映ってるのか？これ。77、65、走って近づいてきそうです。66、やっぱ動画だな静止画は余裕すぎる。69、これとか気味が悪いですよ動画リンク。柔道の試合で背骨が侵略に折れてしまった動画リンク。いい、52、後のスロー再生が痛すぎてまともに見られない。97、104、125、女が深夜にネットしてて、自分の部屋の動画を見つけるその動画を見てみると知らない女が部屋に立ってる際を、女は霊に頭を撫でられて良い感じに終わろうとするが、供養のために飾った花瓶を霊が手で振り落として終わりこの動画誰か持ってないか ?207、亀田がこれかな動画リンク。いい163、167、やばいな、178。これどこにいるの ?181。一人ずつ顔を見ていきな。185。前から2列か後ろから2列もかな。170。心霊写真全然持ってないから頼むわ。196、198。一番怖い。67。これの怖さを教えてください。71、右の目のようなものがトラウマです。74、79、痛みも恐怖です。80、82、何を意味しているのでしょうか。84、82、みたいなのも好きだわ。87、無駄な美容。98、わろた。88、いろいろとよくわかりません。89、嫌がらせでも恐ろしい。90、103、こういう道を歩いていると後ろが気になります。104、この手があったか。105、わろた。106、地味なピンボケ。115、運転中にこれが来たらちびるな。116、118、表情が。78、なんだこれ、わら。80、なんかわろた。137、いつ来たとも SCOR ん。川村美術館ってとこでやってる展覧会のポピーに載ってた。芸術作品なんだろうが俺は、これ見てぐるったよ、わら。146。こういうのは怖い。4、7。これはあかんやつや。17。これで何回か抜いてるんだけど詳細教えてください。40。恐怖って名前の映画みたいね間違ってたらすまん。119。布団に潜っている時に覗かれたみたい。120。おしまい。